米女子ゴルフのメイヤークラシック第3日第3ラウンドが15日にミシガン州ブライズフィールド CC で行われ、渋野ひな子は1イーグル、2バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの73で回り、通算6アンダーの33位に交代。西村ゆなは通算9アンダーで14位。グレース・キムが通算17アンダーで首位を独走。渋野は後半でスコアを落とし、 もったいない1オーバー。後半はドタバタしてしまってすごく悔しかった、と振り返った。トップ実験内までは5打差。上を目指していけるところまで頑張りたいと、最終比での巻き返しを誓った。米国女子プロゴルフ、古江彩香が4試合連続トップ10入りを果たし、通算12アンダーで吐きたいで大会を終えた。メジャー、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権は、 自週の五輪代表決定前の最後の試合となる。震えは難しいコースだと思うので、耐えながら自分らしいプレーができれば、と笑顔で語り、本物の強さを見せた。西村優奈は激しい戦いの中、最終18番で6つ目のバーディーを奪い、通算9アンダー25位タイに入った。渋野雛子は復調気配が漂い、自週以降に期待をつなげている。勝南、 吉田優利は予選落ち。レクシー・トンプソン、グレース・キム、リリア・ムがプレイオフに突入。ブが5勝目を飾る。古江彩香が4試合連続トップ10入りを果たす。今日は風もそこそこ強い中、ノーボギーで上がれたのは良かったです。チャンスにつけれたところで逃したのもあったのは悔しいけど、と振り返りながらも笑顔を見せる。パリ五輪の代表争いが熾烈さを増す中。 4試合連続、今季8度目のトップ10入り。自分のプレイをしっかりと貫き、どっしりと構えている。次週は五輪代表決定前の最後の試合となるメジャー、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権。難しいコースだと思うので、耐えながら自分らしいプレイができれば、と笑顔で語る震えの強さは本物だ。出入りの激しいゴルフながら踏ん張ったのが西村優菜だ。ゴバーディー 4ボギーで迎えた16番パー4で痛恨のダブルボギー。それでもくじけることなく攻め続け、最終18番で6つ目のバーディーを奪う。通算9アンダー25位タイの結果に、昨日に引き続きい、e、いショットは打ててたけど、風の読み違いやクラブのジャッジミスが多かったと振り返った。伸ばしたかった1日ですけど、こういう結果に終わりましたと唇を噛んだ。好調さゆえの疲労には、 嬉しいことなんで仕方ないかと思いますと話し次週以降に期待をつなげている西郷真央は通算7アンダー34位タイ勝南、吉田優利は予選落ちしている優勝争いは今季限りでの引退を宣言しているレクシー・トンプソン前日5打差首位だったグレース・キムこの日7バーディー ノーボギーの猛攻を見せたリリア・グの3人が通算16アンダーでプレーオフに突入3ホール目でバーディーを奪った部が通算5勝目を飾った EGOLF 編集部自習メジャーで耐えながら自分らしいプレーができれば米国女子プロゴルフ古江彩香が4試合連続トップ10入りを果たした米女子ツアーマイヤー全米女子プロゴルフ協会クラシック 最終日。首位に9打差の通算8アンダー19位で臨んだ古江は、安定したショットでスコアを伸ばしていく。二つ目のパー5となる8番でも手前10メートルに2オンしてバーディーを重ねていく。バックナインに入ってからは少し勢いが衰えたが、17番で四つ目のバーディー。通算12アンダーまでスコアを伸ばし、吐きたいで大会を終えた。今日は風もそこそこ強い中。 ノーボギーで上がれたのは良かったです。チャンスにつけれたところで逃したのもあったのは悔しいけど、と振り返りながらも笑顔を見せる。パリ五輪の代表争いが熾烈さを増す中、4試合連続、今季8度目のトップ10入り、自分のプレーをしっかりと貫き、どっしりと構えている。次週は五輪代表決定前の最後の試合となるメジャー、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権。 難しいコースだと思うので、耐えながら自分らしいプレーができれば、と笑顔で語る震えの強さは本物だ。出入りの激しいゴルフながら踏ん張ったのが西村ゆなだ。5バーディー、4ボギーで迎えた16番パー4で痛恨のダブルボギー、通算9アンダー25位タイの結果に、昨日に引き続きい、e、いショットは打ててたけど、風の読み違いやクラブのジャッジミスが多かったと振り返った。 全米女子オープン以来、副調気配が漂う渋野ひな子は、2バーディー、3ボギーで33位タイから4時1位タイに交代。伸ばしたかった1日ですけど、こういう結果に終わりました、と唇を噛んだ。校長さゆえの疲労には、嬉しいことなんで仕方ないかと思います、と話し、自週以降に期待をつなげている。西郷真央は通算7アンダー34位タイ。 勝南、吉田優里は予選落ちしている。優勝争いは、今季限りでの引退を宣言しているレクシー・トンプソン。前日5打差首位だったグレース・キム。この日7バーディー。ノーボギーの猛攻を見せたリリア・グの3人が通算16アンダーでプレイオフに突入。3ホール目でバーディーを奪った部が、通算5勝目を飾った。E.GOLF 編集部。 米国女子マイヤー全米女子黒ゴルフ協会クラシック4 s i m p l y g i v 最終日。リリアム、レキシー・トンプソン、グレース・キムによるプレイオフが行われ。無が優勝、古江彩香は19位スタートし、4バーディ、ノーボギーの68でプレーし、日本勢最高位となる通算12アンダーの破でホールアウト。出場4試合連続。 今季8度目のトップ10に入り4日間を終えた。西村優奈は14位からスタートし、6バーディ、4ボギー1ダブルボギーの72で通算9アンダーの25位に交代。西郷真央は47位からスタートし、3バーディ、ノーボギーの69で通算7アンダー34くらい。渋野日向子は33位からスタートし、2バーディ、3ボギー、 連日の73と週末にスコアを落とし、通算5アンダーの4時期地位で終えた。15日、米女子ゴルフのメイヤークラシックで西村優奈が通算9アンダーの14位に、古江彩香が通算8アンダーの19位に、渋野雛子が6アンダーの33位に、西郷真央が4アンダーの47位になった。首位はグレース・キムの17アンダー。15日、 米女子ゴルフのメイヤークラシックでは、西村優奈が通算9アンダーの207で14位に浮上、古江彩香は8アンダーの19位、渋野日向子は6アンダーで33位、西郷真央は4アンダーで47位となり、首位は17アンダーのグレース・キム、米女子プロゴルフツアーのメイヤークラシック第3日、西村優奈は5バーディ、2ボギーの69をマークし、 通算9アンダーの14位に浮上。古江彩香は1イーグル。2バーディー。2ボギーの70で8アンダーの19くらい渋野ひな子は1イーグル。2バーディー。3ボギー。1ダブルボギーの73で6アンダーの33位。西郷馬央は4アンダーの47くらい首位はグレース・キムの17アンダー。グレース・キムが7バーディー。 1>, 1ボギーの66でプレーし、通算17アンダーの単独首位で最終比へ、後続に5打差をつけ、ルーキーシーズンに制した2023年、ロッテ選手権以来の2勝目に向けて前進した、通算12アンダーの2位に、今季限りでの引退を表明しているレキシー・トンプソン。2023年、全米女子オープン覇者のアリセン・コープス、アンナ・ノルドクビスト、 アリー・ユーイング、アン・ナリンの5人が続く。日本勢の最高位に立ったのは16期スタートの西村優奈。5バーディ、2ボギー、3日連続の69をマークし、通算9アンダーの14位でムービングデーを終えた。西村はパーオン率は今週自己ベストの83%を記録した。